皆様、こんにちは。ベーカマケンジー法律事務所のキャサリン・ワイルドと申します。本日は、サピーター・パーカー・ウォーズに出場することができ、非常に光栄に思います。本日は、イギリスと日本のビジネス・カルチャーの相違点と、それぞれの相違点を乗り越える戦略について話したいと思います。では、まず、 なぜイギリスと日本のビジネスカルチャーの相違点を対象することが必要なのかという問題について考えてみたいと思います。3年前に私はジェットプログラムの国際交流員として浜松市長のカナダへの出張に同行しました空港に着いたらカナダ人の取材者が私市長と随行の2二人をホテルまで送ってくださる予定でした。 私と取材者が市長を助手席に案内しようとすると市長が当たり前のように後部座席に乗り込もうとするのですイギリス人である私とカナダ人の取材者が最も位の高い人である市長が助手席に座って取材者と会話するはずでした「ちょっと失礼だけどしょうがない」と思いながら。 私と取材者が、主張の腕を引っ張って、苦労して助手席に座らせました。無事にホテルに着きましたけど、なんとも言いようのない白らきた空気が車中に漂い、その後長は二度と、カナダにいららっっしゃらなかたそして、その2年後に日本、ジャパンファンデーションが開催する日本語講座で、私は初めて神座について知ることができたのです。 日本の神園の概念では一番荒い人が運転手の後ろである後部座席に座るべきなのだと聞いて途端ピンときました。助手席に座らせたことに不満である浜松市長の顔が頭に浮かんできて浜松市長に大変失礼なことをしたとやった分かったのです。 幸いなことに浜松市、私が知る限り、浜松市とカナダの関係は私の大失敗のせいで悪化するようなことはありませんでした。しかし、このような誤解のせいで数え切れないほどのビジネスチャンスが失われてきているのではないでしょうか。日本の企業の海外投資が増加しつつある現実は、 国際取引の障害となりうるビジネスカルチャーの相違点を乗り越える戦略が日本と外国の企業にとってこれまでになく重要だっていうことを気づかせてくれますそれでは日本とイギリスのビジネスカルチャーの相違点を乗り越える戦略とはいかなるものであるのか話を進めることにしますここで二つの最も重要な相違点とその相違点を乗り越える戦略を提案しながら 日本とのビジネスにおいて成功する上で必要なのは日本のビジネスカルチャーを理解しようとする努力とイギリスと日本のビジネスカルチャーに対する柔軟なアプローチだと述べたいと思います考慮すべき第一の分野は日本企業の意思決定過程です浜松市役所で働いていた時に次のようなジョークが流行していましたある時 大型客船が沈没しそれぞれ男性2人と女性1人という組み合わせで各国の人々が無人島へと流れ着いたのですそれからその島では一体何が起こったでしょうかアメリカ人女性は男性の1人と結婚し子供も生まれましたがその後に離婚し親権を争うためにもう1人の男性に弁護士役を頼みましたブラジル人 三人で楽しそうにカーニバルを始め飽きることなく踊り続けました日本人男性二人は女性をどう扱ったらよいか東京の本社に携帯電話で聞きました <laughs> これは笑い話に過ぎませんが日本の企業は倫理などにより集団的に意思決定を行う傾向が強いことは否定できません私の経験からすると 例えば円満度への入札や訴訟の場合など日本の企業は必要に応じて迅速に戦略を変更することができなくそのせいでビジネスチャンスが失われてしまうことは少なくありませんどうして日本の企業はこんなに遅い意思決定を変,変えようとしないのでしょうかとある日同僚が不満を口にし私に聞きましたしかし浜松市役所で働いた経験に顧みると 関係者全員が臨理などの過程で意思決定に参加しますので全関係者のアイディアや知識を利用することができますこのように日本の企業の意思決定過程を改革すべきどころか長所も少なくないと思わずにいられませんでしたそこで私と同僚はこの問題を乗り越えるためのいくつかの戦略を工夫しましたまずは日本企業の顧客が 何かを決定する必要があると分かれば、顧客が意思決定過程を行う時間を十分に確保できるように、弁護士としてできるだけ早めに顧客に注意喚起しておくようにします。また、日本の企業は、例えば取引が行われている時間帯に活用できる弁護士または従業員に、 企業の代表として権限決定する権限を一時的に与えることなどっていう柔軟な施策を通し意思決定による遅延を避けることもできると思います考慮すべき第2の分野はコミュニケーション方法です日本の企業と取引をする外国人がよく口にするのは日本人は意見をはっきり言えないという不満です 浜松国際交流協会に就職した際私も日本人の曖昧な言い方に悩まされました国際交流協会にはイベントを開催するために企画書を出して許可を得なければならないっていう制度がありました熱心な新人でやった私は丁寧に企画書を変えて提出しましたしかし数日後上司は申し訳なさそうな顔で 今のの内容ででではちょっっと難しいいすすけどっていうのです日本のビジネスマナーに不慣れであった私はがっかりすることなく企画書を訂正して改めて出しましたがまた「ちょっと難しいですけど」っていう返事だけが返ってきました。これは何回も繰り返してから「難しいですけど」っていうのは日本人のはっきりした断り方だとやっと分かりました。 それではどうやってこのコミュニケーション方法の相違点を乗り越えればいいのでしょうかまずはコミュニケーション方法の相違点があるっていうことを再知っておけば日本人の同僚や顧客が発言することを客面通りに受け取ることなくニュアンスや事情を必ず考慮に入れることができます。また、 カロケや飲み会などを通し日本人との職場以外の人間関係を育てるのは不可欠だと思います自由に話し合いをしたりお互いに協力したりする雰囲気を培えば相手の性格が分かるようになり勘違いがあっても人間関係が崩れざるを得ないわけではないでしょう今日指摘したのは イギリスと日本のビジネスカルチャーの相違点があってもお互いのビジネスカルチャーを理解し柔軟な考え方さえあれば相違点を乗り越えることができると思いますそして文化に優劣があるのではなくお互いに学び合い視野を広げることにより業界全体の成功につながると私は確信しています今後も日本のビジネスカルチャーへの理解を深め 日本と外国のビジネス関係の強化を通して、去年、津波の被害を受けられた日本の復興に少しでも貢献していくのが私の夢です。ごご清聴ありがとうございました